こんにちは、プラネットプラスワンです。1回目のプラネットプラスワンでは、4月1日よりスタートしたろくろの大冒険を紹介いたします。2024年4月から国民向けアプリデンタル E でお子さんと一緒に楽しめるアニメろくろの大冒険がスタートしました。思わず見たくなるキュートなキャラクターろくろと心温まる冒険ストーリーで委員さんと患者さんのつながりを強くします。ろくろの大冒険は毎月第1火曜日にデンタル E と DX ファインダープラス TV にて独占公開。新しい冒険ストーリーが次々と広がっていきます。ろくろの大冒険の最新情報は公式ホームページにてご紹介しています。スペシャルキャストインタビューでは、ろくろ役の早瀬幸美さん、七子役の渡辺梨沙さん、五郎役の近藤翔太さん、各声優陣のインタビューを掲載。ろくろの大冒険への思いや見どころ、スタジオの様子など盛りだくさんご紹介しています。ぜひ一度ご覧ください。デンタルEはお口の健康管理、予防のサイクルを実現する一般向けスマートフォン専用アプリケーション。APP ストアや Google Play でいつでもダウンロードすることができます。デジタル診察券で LINE チェック。デンタルEではデンタル 10R を導入している歯科医院から一人一枚のデジタル診察券を発行することができます。お口の状態が一目でわかるイラスト付き治療メインテナンスの記録など、お口の様々なデータをデンタルEで提供できます。患者さんの家族の歯の健康レベルなどが数値化され、見える化、お口に関するデータを正しく把握しているかかりつけの歯科医院だからこそ、実現できるデータ共有が可能になります。歯茎の健康状態などを知ることで、お口の健康に関する意識が変わり、お口の状態に合わせたホームケアのアドバイスをすることができます。デンタルEは誰でも利用できる情報共有アプリケーションです。患者さんのスマホアプリでお子さんやご家族のデジタル診察券もまとめて一緒に管理、LINE 情報やお口の情報をいつでも持ち歩ける時代がやってきました。スマホのカメラを使ってお子さんの歯磨きをサポートしたり、一日の飲食について記録することのできるデンタルEは、健康的な習慣づくりのための貴重なデータとしても活躍します。歯の治療やケアだけでなく、食育や子育てなど幅広いテーマで、歯科医院を通して提供してきた600種類以上のコンテンツを公開。お口の健康について楽しく学び実践。そして生涯にわたってお口の健康を育み、口腔内の健康管理、予防のサイクルを実現するために誕生した新しいアプリケーション。歯科医院と患者さんのコミュニケーションをこれまで以上にスムーズにしてくれるプラットフォームです。デンタルEの月額利用料は税込みで1万1000円です。デンタルEはデンタル 10R をお使いの委員様で、プラネットパートナーズクラブ会員様がご利用いただけます。3月20日、大阪天王寺動物園で、ろくろの大冒険のイベントを行いました。このイベントでは、ろくろと一緒にみんなで踊ったり、クイズ大会やアニメろくろの大冒険の試写会など楽しい催しを行いました。イベントに参加してくれたたくさんの子どもたちはみんな笑顔で楽しんでいました。イベントの様子やアニメの公開日などのお知らせはろくろの大冒険の公式 X でも随時更新しています。5月7日、デンタルEと DX ファインダープラス TV で、ろくろの大冒険第2話が公開されました。
第3話は6月の4日を予定しておりますので、ぜひお楽しみにお待ちください。次回のプラネットプラスワンではレンタル院の機能紹介を予定しております。ご視聴ありがとうございました。